俺だけ入れる隠しダンジョンは、瀬戸めぐるによるライトノベル。イラストは竹花ノートが担当。サブタイトルは、こっそり鍛えて、世界最強。略称は、隠しダンジョン。小説家になるようにて2017年1月5日より、ウェブ版の連載を開始。同サイトにて市販機ランキング第1位となり、同年8月にケイラノベブックスより書籍化されている。ウェブ版は、 その後2021年2月に作者により削除された。2021年4月時点でシリーズ累計発行部数は130万部を突破している。メディアミックスとして2017年12月6日からは日野智幸作画によるコミカライズ版が配信され、2021年にはテレビアニメが放送された。貧乏貴族、スタルジア順断尺家の三男 ノルスタルジアは、就職が決まっていた師匠の座を初出勤の日に、別の試着家のコネで奪われ、途方に暮れていた。代替案として、就職先に困らないことで有名な英雄学校への進学を母から勧められるが、今の自分の実力ではどうあがいても合格は不可能。そんな中、幼馴染みのエマブライトネスが古文書で、 ノルのレアスキル、体験者のデメリットを打ち消す方法を発見する。大賢者の助言により、ノルは現在は誰も存在を知らない隠しダンジョンの場所を発見する。貧乏貴族からの脱却ともう誰にも脅かされないだけの力を目指し、ノルはこの場所を一口隠しダンジョンの魔物を倒し続けて人、知れず強くなることを誓う。恋の幸はテレビアニメ版の声優。 貴族貴族以外に2021年1月から3月まで毎日放送 TBS アニメイズム B2 枠他にて放送された2021年1月9日より毎話放送後の土曜日にミニアニメドキドキミニミニ隠しダンジョン劇場が DMM Pictures の YouTube チャンネルで配信される本編のキャラクターが SD キャラクターとなって登場する スタッフ各はリストノル役の大阪良太、エマ役の富田美優、ローラ役の大久保ルミによる、ウェブラジオ、俺だけ聴けるラジオダンジョンが、2021年1月14日から4月1日まで、おっと泉にて毎週木曜に配信。ありがとうございます。